สวัสดีครับ皆さんこんにちは KS シャネルのマンです。 KS シャネルのメイです。皆さん、タイに来てタイ語を勉強してタイ語が話せるようになりましたか？〇〇ができると〇〇ができないっていう表現を勉強しましょう。〇〇することができる。パサタイは文章プラスダイ、文章プラスダイです。例えばタイ語を話すことができます。プーッパサタイダイカ、プーッパサタイダイカ。彼は楽器を演奏することができます。カオレンドトリーダイカ、カオレンドトリーダイカ。友達は韓国料理を作ることができます。เพื่อนทำอาหารเกาหลีได้ค่ะ。เพื่อนทำอาหารเกาหลีได้ครับ。มาเรมาเรสุรุคตุกาできないという否定文。ภาษาไทยว่า文章プラスไม่ได้。文章プラスไม่ได้。例えば、タイ語を話すことができません。พูดภาษาไทยไม่ได้ครับ。พูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะ。彼は楽器を演奏することができません。เขาเล่นดนตรีไม่ได้ครับ。เขาเล่นดนตรีไม่ได้ค่ะ。友達は韓国料理を作ることができません。เพื่อนทำอาหารเกาหลีไม่ได้ครับ。เพื่อนทำอาหารเกาหลีไม่ได้ค่ะ。質問するときなら、まるまるすることができますか？ภาษาไทยว่า、文章プラスได้ไหม？文章プラスได้ไหม？例えば、タイ語を話すことができますか？พูดภาษาไทยได้ไหมคะ？พูดภาษาไทยได้ไหมครับ？彼は楽器を演奏することができますか？เขาเล่นดนตรีได้ไหมคะ？เขาเล่นดนตรีได้ไหมครับ？友達は韓国料理を作ることができますか？เพื่อนทำอาหารเกาหลีได้ไหมคะ？เพื่อนทำอาหารเกาหลีได้ไหมครับ？答えとしては、ได้ค่ะ。ได้ครับ。ไม่ได้ค่ะ。ไม่ได้ครับ。それに文章プラスไดは丸丸していいという強化表現として使うこともあります。例えば、ここで写真を撮っていいですか？ที่นี่ถ่ายรูปได้ไหมครับ？ที่นี่ถ่ายรูปได้ไหมคะ？タバコ吸っていいですか？สูบบุหรี่ได้ไหมครับ？สูบบุหรี่ได้ค่ะ。ได้ครับ。ไม่ได้ค่ะ。ไม่ได้ครับ。今回は丸々できると丸々できないという意見を勉強しました。皆さんいかがでしたか？いかがでしたか？本日勉強した言葉と表現は全部動画の後にまとめますので、ぜひ見てください。教えてほしいことがあったらお気軽にコメントしてください。動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をぜひぜひお願いします。お願いします。それではパサタイ、まいりゃー、そうでかー。